国際刑事裁判所は3月にウクライナでの戦争犯罪の疑いでプーチン大統領に逮捕状を出していました4日予告なしで訪れたゼレンスキー大統領はロシア語の読み方で自身と同じ名前になるプーチン大統領について刑を宣告されるべき人物としました プーチン大統領が実際に逮捕される可能性は低いもののゼレンスキー大統領はウクライナが勝てば裁くことができると訴えました。